お、あ、メロン、チメロだよ。はーい。ということで、本日はですね、じゃーん！メロスの大好きなセーラームーンとサンリオがコラボしてたので、そちらのグッズを買った購入品紹介でーす。今日はセーラームーンを意識した部屋にしてみました。ということで、なんかいつもは結構姫とサンリオの購入品紹介とかやってるんだけど、今回は姫ちゃんが学校行ってる間にメルマガが来てコラボの発売しますみたいな。うわ、これは急いで買わなければと思って、もう急いでカートに入れて買ったんで、今回はちょっと一人で撮ってきます。もうね、このね、セーラームーンとマイメロのコラボ、マジで最高。もうメロチの大好物、これは。結構ね、もう今は売り切れとかになってて、同じの買うっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、メロチがどれをね、戦利品として買えたのかっていうのを紹介していきますね。わー、かわいい。では、まずは、こちら、スライドミラー、858円。メロチ、あんまりランダムなものそんなに好きじゃなくて、何が当たるかわかんないから、全10種類だけど1個だけとりあえず何が出るかなって思って買ってみました。メロチはね、チビウサちゃんが好きなの。全10種類のチビウサちゃん来たらマジさ、ラッキーじゃない？いきますよ、せーの、じゃん。あー、レイちゃんとクロミちゃんのコラボ。はぁ、惜しいじゃなかった。でもちっちゃいミラーは使えそうなんで、まあ、ありありあり。続けまして、こちらチビウサ×マイメロディミニステッカー。え、めちゃめちゃ可愛い。可愛い、最高。めっちゃ良くない？マイメロちゃんとチビウサちゃん、めっちゃ可愛い。続けまして、こちらミニレターセット B、 お値段440円です。 A と B と2種類こういうやつが出てた。これはチビウサちゃんとマイメロちゃんが乗ってる方です。はい、かわいい。特になんかめっちゃお手紙書く予定もないけど、とりあえず買っちゃった。まあでもレターセットとかそういうの好きで結構持ってるから、なんかある時の手紙書けるし、あり。続きまして、こちらミニメモセット A と B、 こちらは両方買いました。セーラームーンがいる方が A セットかな、5戦士だね。中の柄は人柄です。でこっちのB セットの方がチビウサちゃんがいる方です。こっちも柄が一種類ずつ。かわいい。メモ帳はめちゃくちゃ使うんで、これは普通に私生活で使っていきます。そしてこちらビッグクリアステッカー A、 495円です。チビウサちゃんが乗ってたんで、特に何に貼るっていうこともなく、あ、かわいい顔っていうノリで買いました。かわいい。続きまして、こちらクリアシール1と2ですね。1がこっち、2がこっち。かわいい。こんな感じで1があって、こっちが2。これなんで1と2両方買ったかって言ったら、どっちにもチビウサちゃんがいるから両方買った。かわいい。続きまして、こちら付箋メモ B、 これは B の方だけ、チビウサちゃんがいる方だけ買いました。これは4つの柄の中から好きなところから使えるみたいです。かわいい。柄はこんな感じです。続けまして、こちらクリアファイル、B、 お値段385円です。これもね、もう当然のごとくチビウサちゃんとマイメロちゃんが乗ってるので B を買いました。うち結構クリアファイル使うんで、これも大活躍できそうな感じ。続きましては、じゃーん、こちらマスキングテープ B、 お値段495円です。これもマイメロちゃんとチビウサちゃんの柄。マステって特にあんま使わないんだけど、あ、まあ、強いて使うとしたら、リュウちゃんとかヒメちゃんの成績表公開とか、そういう時に黒とか柄のマステで隠すぐらいしか使わないから、まあ、使わないかなとは思ったんだけど、可愛さに負けて買っちゃいました。ラストは、メロちゃんあんまりこれどういったものかあんま分かってないんだけど、とりあえず可愛いなって思って買ったやつがこちら。クリアファイル5ポケット B、 お値段550円です。5ポケットってどういうことと思って、ちょっとね、なんかあんまり構造がイメージできないまま買ってみたんだけど、開いたら5個のポケットがついてるってこと？
かクリアファイルに。さっきみたいな普通のクリアファイルしか使わないからさ、どんな感じなんだろう。ちょっとこれは開けてみたい。こんな感じに5個こんなのがあって、あ、そういうことか。1枚に5枚入るよ、仕切りあってみたいな感じ。そういうことでした。仕切り。そしてこれはちょっとまあ、あのセーラームーン関係ないんだけど、ついでに可愛いなと思って買ったやつも紹介しとこう。こちらボア生地トレーディングカードよ、ホルダー990円でめちゃめちゃ可愛くない？このボア生地のトレーディングカードを入れる入れ物、めちゃ可愛くない？これ、あ、ここもピンクだ、キーチェーンも、可愛い。後ろもちゃんと尻尾ついてるよ。こんな感じです。可愛すぎる。あ、そうだ、この間サンリオの購入品紹介かなんかの動画で、目立ちしてになってピリちゃん推しみたいな感じの動画を上げたんだけども、なんかもしかしたらちょっと勘違いさせちゃったかなって思ったのが、目持ちは、最推しは平野って。最推しは平野ね。本当に自分の中で、もうずっと平野は好きっていうか推しなわけ。で、だから、わ、こいつ平野から乗り換えたなって思われたら嫌だから、とりあえず、ちょっとそこは勘違いしないでほしい。目持ちは、もう、自分の中の永遠の推しは平野なわけ。なんだけど、最近やっぱ、ちょっと平野が出てきてくれない。ね、裏でいろいろ準備してるのか、なんかいろんな噂が立ってる中で、目持ちは早く、また表舞台に出てこないかなーって楽しみにしながら待ってる中で、スキズも好きだよっていう、スキズだったらピリちゃん推しみたいな、ちゃんとステイにもなりましたよっていうだけであって、平野が最推しっていうのは変わらないので、あ、もし今まで平野言ってたのにいなくなっちゃったら嘆願かよみたいに思われたら嫌だなと思って、ちょっとそこは誤解しないでください。ピリちゃんも好きだし、最推しなのは平野です。はい、っていう感じで今回はね、サクッとサンリオ×セーラームーンコラボの購入品紹介をしてみました。買いたいもんが買えて、メロチは結構満足でございます。全然なんだろう、オタクとかじゃないんだけど、セーラームーンオタクとかそんなんじゃないから全然詳しくないよ。ただ可愛いなーって思って、ほんとちっちゃい時からずっと好きっていうだけなので、完全ににわかなんですけど、セーラームーンは大好き。ということで、皆さんも、もし、今後ね、サンリオ×セーラームーンコラボ出たら、買ってみてください。ということで、よかったら、チャンネル登録と、高評価、やろめろー！バイバーイ！